渋谷スクランブル交差点隅への着物の女性隅への、剣士毛時計隅への女性、ナス行動は広告デザイナー、グラフィックデザイナー、ウェブデザイナー、イラストレーター、コピーライター、画界とセトラ1957年東京都生まれ、子供の頃から絵を描くのが好きだったが、進学の道に進み、駒場東方中学校、高等学校に行くが、絵の道へ選んで、 多摩美術大学デザイン科グラフィックデザイン専攻に入学し、卒業後広告代理店でデザイナー及びアートディレクターの職務などやり30年務める。会社に勤務しながら、大学では得られなかったカラーコーディネーターの知識を外部で得る。会社出た後は再び、代々木アニメーション学院で改めて人体などの描き方を正しく覚える。 イラストはしばらく離れていましたが、その後色々の画法で絵を数千点描く。現在は墨絵を中心で作家活動を行っている。初期がグロデスクの絵を展開していたが、現在は全く違い分野を追求している。一発、墨絵絵画を中心に対象物を見ないで頭の中に浮かんだものを描く独特な表現を追求しているようだ。 今までのない墨絵を画集にして発表する予定であるが、まだ未定のようだ。イラスト画法は、絵の具や墨汁を使った筆での絵描きと、パステルや色鉛筆を使ったアナログから、ペンタブレットを使ったデジタルまで技法、対象物も,も問わず、表現方法もリアル調から、アニメ調も含め何でも描くことができる。イラストの他に、 広告デザインポスターやパンフレットなどの紙媒体のデザインウェーブデザインなど仕事として現在対応している。イラストレーターでの表現したものは対象物も,も表現技術も選ばない描き方を今までやっているが、クライアントに応じての描き方には応じて表現しているようだ。東京都調布市に自宅兼事務所を持ち、軽井沢にも別荘兼事務所を構えて愛車。 コロシェマカンエースに乗り、いろいろなところに行き、デジタル一眼レフで撮影をして、風景、建物、植物、人物など、たくさんストックして、さらにそれをイラストに起こして、自分のオリジナルな作品にして3500点以上のイラストストックがあるそうだ。63歳を過ぎて、墨と筆だけで描くことに、独自の道を開こうとしていたが、現実には、 クライアントの予防で既存の描き方で描いてしまっているということらしいが、直接収入にはならないが早く自分独自の表現をしたいと望んでいる。好きなアーティストは、水木しげる、H.R. ギリガー、シドミード、大友克弘で、また、江戸時代の浮世絵師の安藤博重、葛飾北斎、北川歌丸は、日本の誇るアーティストだと絶賛しているのと同時に、 近代と現代の日本のアーティストは個性がなくなったと悲観している。など、ありがとうございます。